地理院地図 Google ググマップ起点となる小淵沢駅の位置八ヶ岳南独高原有水群は山梨県北都市長坂町大泉町高根町及び小淵沢町に点在する有水群であるこの有水群は1985年名水百選の一つに選定された八ヶ岳南方にある権ン岳の水源林の水や雨水が 清掃火山の阿弥ヶ笠山の火星岩等に浸透して地下水となり清里高原地下の大水層を経て中央線小渕沢駅付近に輸出すると考えられているが詳細な調査研究は東京海洋大学の水研科学フィールド教育研究センター等で行われている代表的な湯水地として女鳥湯水、大滝湯水、三分一湯水が挙げられ近隣には 大湧水、土流の滝、宮寺の滝、三味線滝や、湧水群を水源に、浄水道源となる、大門ダムがある。大滝神社と大滝湧水大滝湧水は、小淵沢超上笹尾から湧く水。大滝神社の地内にあり、木をくり抜いた樋口から日量、約2万2千トン、水温約摂氏12度の湧水が流れ落ちる。大滝神社由来期には、 定価は別が訪問した際、清水の湧出を農業の本、国民の生命、彫刻の基礎と称賛して採取したと記されている。古くから電気としては井戸水が濁った時、この湧水を井戸水に注入すれば成長になると言われている。江戸時代には甲府大官が民有地を買い上げ、湧水の保全を図った。現代では地区住民によって管理され、 水田の灌漑やジマスの養殖に利用されている。周りは公園として整備されていて景観が良く、春には新緑を、秋には紅葉を楽しめる。3分1湯水3分1湯水は、長坂町小荒間から湧く水。日量8500トンの豊かな湯水で、水温は年間を通じて摂氏10度前後に保たれている。引用には適さず、 農業用水として利用されている。この湧水の利用をめぐって、下流の村々で長年続いた争いを収めるため、江戸時代に湯出口の分水マスに三角木柱の離水施設が作られた。これにより、湧水を三方向の損落に三分一の量ずつ、平等に分配できるようになり、三分一湯水の名の由来となった。現代では百二十二年に完成した石像の マスが用いられ、水利権を持つ、地区住民が組織する管理組合や、地元住民、1943年に一度山津波によって、毎年6月1日には、水元と称される、旧正荒川村の坂本家を、主座とする関係集落の立ち合いのもとに分水行事が行われている。大泉村は、1875年宮戸村と西出村が合併する際に、 両九村の境界にあった泉川の水源大湧水にちなんで名付けられた。大湧水は地元では泉さんの愛称で親しまれている。この大湧水は海抜線六6 0メートルの高原に位置し、1年中、毎分2.5トン、水温摂取10.0度と、水量、水温に変化がなく、湧水量が一日4520トンと、豊富なため飲料水、 灌漑用水、養魚場など多方面で利用されている。1933年12月に大泉、村遊水地を含め約7000坪を農林省に寄付し、現在は東京、見学する場合は、事前の申し込み、大泉総合支所地域振興家電は0551421463が必要。ありがとうございます。